バラキ、オーソチンの2名が9月の下北沢大会までに合計40キロの減量を目指す勝ち込んダイエットビレッジ。開始早々から言い訳ばかりで特訓せず、互いを憎み乱闘をし続ける日々。講師の竹野原は怒りを爆発させ指導を放棄、番組存続の危機となってしまった。スタッフの懸命な説得にかろうじて企画の中止は免れたものの、企画続行の条件として6月の CWP15 までに合計20キロの減量を竹野原が指示。達成できなければ企画の中止だけでなく2人のプロレス引退もかけられるという衝撃の展開。そして今回、運命の公開測定を迎える。もし20キロダイエットできてなかったら即引退スペシャルと題しまして、オーソチン、それからバラキの2人のですね、ダイエットの経過というのをここで皆さんに見ていただきたいと思います。ついに迎える運命の公開体重測定。合計20キロの減量が達成できなければ、これまでの努力、特訓、晒してきた恥、全てが無に返る。終わるのは企画だけでなく10年以上続けてきた2人の選手生命。とその時、では竹村さん、これ見ての通り直前までトレーニングやってきたんですよ。ガチで最後の笑うガキとしてお客さんの前に試合らせてください。お願いします。竹野原さん、確かに俺たちはあんたの言う通りクズかもしれない。ただここまでクズなりに頑張ってきた。今日で終わるかもしれない選手人生、最後に試合をさせてくれ。トレーニング直後で息も絶え絶えな状況で声を絞り出すオーソチン。最後の最後でお前調整するぐらいの笑うすんじゃねえよ。最後から休んでかかる。まあいいよ、とりあえずじゃあ僕はこのままレフェリーやりますんで試合やりたいと思います。試合をするんですね。いいぞー、そのまま行くな。行きます。ボン。さあ、最後の試合が始まりましたけれども、試合をして体重減らすというわけですね。竹原さん、あの場所に結構危ないですか。おっと、しかし、なぜかルチャ。さあ、早い展開、早い展開。なぜ、あ、確かにルチャはですね、カロリーを消費しそうな気がします。確かに。さあ、おっと。さあ、無理な減量で。パッと見たらですね、バラキ選手ですね、相当やつれてるなということです。そうですね。バラキ、しかし、大土地の上がってますね。あ、すげー、すごい、あの、やりましたよね。試合の見栄えが悪いですね。どっちがどっちか分からないですね。背景に同化してしまいますね。オフチームがシュートコーナーを選ぶな。あとちょっと扇風機の近くであれは涼んでますね。ああ、ほんとだ。もうまだいけるの？いけるぞ！まだいける！
厳しい特訓、急激な減量によりまともに力が入らない塾生2人。これ以上は命の危険があるとみなした竹野原は試合をストップ。無情にも試合終了を告げるゴングの音が会場に響き渡る。そんな2人を尻目に冷静な竹野原は体重測定の準備をするよう指示。ついにこの瞬間が訪れた。ありがとうございます。よし、いけるか。じゃあ控訴審、体重を測ります。これまで不正を働き悪態をつき乱闘ばかりしていた熟成切手の問題児王祖鎮。王祖鎮のスタート時の体重は87キロ、減量目標20キロの半分とした場合77キロが最低ラインの体重となる。王祖鎮 75.5キロ、 87キロから 11.5 キロの減量に成功。バラキのスタート時の体重は90キロ、マイナス20キロまで残り 8.5キロ、 すなわちバラキの体重が 81.5 キロを下回っていればクリアとなる。それではバラキに体重計乗ってもらいたいと思います。どうぞ。王祖鎮マイナス 11.5キロ、 バラキマイナス 12.2キロ、 2人で合計 23.7 キロの減量、マイナス合計20キロを大幅に上回る減量に会場はどよめく。しかし安堵する2人に竹野原から予想だにしない言葉が。おい王祖鎮、バラキ、お前らは9月が最後のゴールなんだよ。ここで喜んでる場合じゃないんだよ。おい王祖鎮、バラキ、もし9月までに全部合計40キロ痩せれなかったらお前らどうすんだよ。おい何とけんだよ。おい王祖鎮、一体バラキやりやがれ。おい王祖鎮、おい、バラキどうすんだよ。あなたが引退したんだ。最後引退をかけたことだな。合計40キロ痩せられなかったら引退してやる。売り言葉に買い言葉。竹野原への反発から一度は回避した引退を再びかけることを宣言した塾生2人。王祖鎮、バラキ、9月までに2人合計最初の体重から40キロ痩せれなかったら再度引退をかけます。ということで、おい、そのまままたトレーニングで行こう。果たして2人は9月までに合計40キロ痩せられるのだろうか。